こうやって、まあ、スポーツの中で女性活躍っていうことが、まあ、そこ、スポーツの中でしかもこうサッカーでそれを引っ張っていけるようなことができるのであればとても嬉しいと思いますし、日本では本当にまだまだ、サッカー界でもまだまだ、これからというところなので、まあ、サッカーだけではなくてスポーツだけではなくてもういろんなところにこの、そうですね、そういう、こう女性活躍っていうことでつながっていけば嬉しいなと思います。